H&K エンプはドイツの H&K 社が開発した短期艦銃。1950年代後半から1960年代にかけて西ドイツの H&K 社は同社の G3 自動小銃を元にした短期艦銃として MP5 を開発した。これは1966年に同国の連邦国境警備隊に採用されたのを皮切りに 同国の州警察でも多くが採用された。また、1977年のルフトハンザ航空181便ハイジャック事件で、連邦国境警備隊の GSG-9 が突入作戦を成功させた際に MP5 を使用していたことが懸念されたことから、ドイツ国外の対テロ作戦部隊でも広く採用されるようになり、同種部隊の標準的兵器と呼ばれるまでになった。MP5 は、 100メートル以内の射程であれば、狙撃銃にも匹敵する射撃精度を誇るが、構造的に複雑で単価が高く、野戦用短期間銃として軍隊が大量配備するのには不適であった。このことから、アメリカ軍の統合上下機計画局は、発展型急未時短期間銃計画として、MP5 よりも安価で、活行性能の短期間銃の開発を各社に要請した。これに応じて、 H&K 社はまず1981年に SMGI を1984年にはリアサイトなどを変更した改良型として SMG2 を開発した JASAP の短期間中計画が中止され、これらの短期間中はいずれも製品化に至らなかった。また、1980年代末から1990年代初頭にかけて MP5 の光景を模索する中で、 SMGI2 の実績を踏まえて、その素材をポリマー化した MP-2000、また MP5 の量産性を向上させるために閉鎖機構を単純なブローバックにした MP5PIP が開発された。しかし、予測に反して MP5 の販売実績は依然として好調であり、あえて後継機を市場に投入する必要性が薄くなったことから、これらも製品化に至らなかった。 しかし、この頃、アメリカ合衆国を中心として、MP5 でも用いられていた QX19mm パラベラム弾について、ストッピングパワーの不足が懸念され、拳銃は、45ACP 弾や40、40S&W 弾といった、代行経過が施行されるようになっていた。H&K 車でも、ソカームの要請に応じて、45ACP 弾を使用する H&、 KMARK23 を開発した。これと歩調を合わせて、同規格の弾薬を使える短期間銃が求められるようになったことから、MP-2000 などのノウハウを踏まえた大口径短期間銃として開発されたのが本銃である。なお、当初は同社製品間での住み分けのため、本銃は45口径、MP5 は 9mm 口径とされていたが、後に要請に応じて、 q x 1 9 m、mm、m パラベラム弾仕用のンプ q や 40S&W 弾仕用のンプ40も市場に投入されるようになっているんプを装備したアメリカ合衆国税関国境警備局の職員外形上は並行して設計されていた 5.56X45mm ナトーダ弾を用いる自動小銃である H&KG36 との共通点が多いフレームや 断層だけでなく内部の撃発メカニズムまで含めてポリアミドにガラス繊維を混入した繊維強化プラスチックを後半に採用しているのも同様である。これにより生産性の向上と軽量化が図られたほか海水にも強くなり潜水後上陸してすぐに射撃できるようになった。また重傷も MP5 では伸縮式だったのに対して本銃では G36 と 同様、右側面への折りたたみ式となっている蒸気の経緯より、作動方式としては、シンプルブローバック方式が採用された。射撃精度確保のため、撃破発は、クローズドボルト方式で行われる。重心は、H、H&K 車で、伝統的なポリゴナルバレルとされた。また、ソカームからの要請を重視して設計されたことから、特殊作戦への投入を想定して、 着脱式のサウンドサプレッサーも供給された。例えば H&K 社の純正品として供給されているブリュッカー透明社のモデル SD であれば重量 449g でドライ状態で 19dB、ウェット状態で 27dB の減音効果があるとされている。なお、サプレッサーを装着しない状態の純正は 157dB である。照準機は MP5 がドラム式であったのに対し、本中では V ノッチとピープの2段切り替え式とされた。また、レシーバートップとフォアエンドの仮面、右側面にはピカティニーレールが装備されており、各種アクセサリーの装着に対応している。H&K エンプに関連する作品の一覧を参照。ありがとうございます。